こんにちは。福岡県久留米市手島整骨院長の手島雅彦です。今回の動画ではこちら、おけつということで、やらさせていただきます。前回ですね、質ということで、体の水分の流れの問題があった場合に、こういった症状が出てどういったアプローチしましょうよということで、伝えていたと思いますが、今回はですね、この血液ですね、血液。前回は次は透明の、体液っていう部分ですが、今回は赤い血液ですね。よく東洋医学でですね、こういう気血水っていうね、言葉を聞いたことがあると思いますが、まさしくですね、前回の体の水分流れはこの水っていうですね、水の流れがちょっと悪くなって体に影響を及ぼすということで、で、この今回はこの血液ですね、血液、この赤い血液っていうことで、血液の流れが悪くなると、体にいろんな不調をきたすよ、痛みを起こすよということであります。で、もう一つはこの気っていうのがこのエネルギーですね。これちょっと目に見えないんですけど、これがですね、気の流れということで、見ますね。よく例えられた蒸気機関車っていうね、昔あるね、汽車がありますが、あれがまさしくですね、燃料の石炭がこの、血液になりますね。そしてそれに石炭を燃やすのに水が必要なわけですね。水を、入れ込むことによってより石炭を燃やすことができるということですね。で、それによってできた蒸気ですね。蒸気がこの、木の部分ですね。エネルギーってなるところですね。この、蒸気機関車で例えると、こういった一つの機関車を動かすのに必要なもの、これ人間の体に置き換えると、この気と血と水、どれがなくても働かなくなるということで、というわけではこの気血水のバランスだったりとかですね、運行を良くするっていう働き、それを良くするのが東洋医学の考えとして一つありますけど、今回ですね、この中のこの真ん中の血液ですね、その問題についてちょっとお伝えしますね。早速ですが、これ、こうですね、血の流通が悪く、運行がこれですね。失調している状態ですよ、病態ですよということですね。そのままやっぱ血液が流れが悪くなるとね、生物的にもやっぱ酸素を供給したりとかそういうのもできませんし、もちろん各いろんな臓器ですね、内臓の働きも弱ってしまうし、特にね、近年は女性では冷え性の方が多いので、こういったのもこのおけつの問題を持ってるんじゃないかということで挙げられます。で、早速ですが、特徴ですね、特徴がこの三大症候というのがありますね。これちょっと3つ書きますね。痛む、そしてしこる、そして黒ずむということで挙げています。痛みはですね、どっちかというと、うずくような痛みだったりとか、鋭い痛み、前回の質のところではどっちかというと鈍い痛み、鈍い痛みで、ちょっとどっちかというと対照的な痛みの種類になってきますね。で、しこるということで、これは筋張って硬くなる、今回ちょっとね、症状で出るんですけど、肩こりということで、肩こりの方っていうのは、この特にこのしこってる、筋張って硬くなってるっていう方が、このしこる状態になってるよということですね。で、黒ずむということで、黒ずむというのはどっちかというとシミとかそばかす、ね、そういった体の表面に出てくる、色色素ですね、の問題も悪くなる、いわゆるちょっと黒っぽくなってくるっていう、そういうのがちょっとこういった特徴があるよということですね。あとしこるだったら特に女性だったら子宮筋腫っていう方も、このね、どっちかというと筋ね、硬くなる、ね、しこってしまうということで、そういう子宮筋腫というのもこのおけつの方の特徴になってきますね。で、次ですね、早速ですが、じゃあどういった患者さん、ね、どういった私たちが見ている痛みや不調の方がいらっしゃるのかということで、ちょっと挙げてみますね。まず
まあ、肩こりですね、肩こりの方ですね、肩こり。で、あたりもですね、さっき言った凝る、しこるということで、肩が凝ってしまうよ。特に今日はですね、この突辺の肩のこりの人、ね、患者さんいらっしゃると思うんですよね、突辺の肩こりの、ちょっとね、解消のテクニックをちょっとお伝えしたいと思いますね。で、次に、腰痛とか、まあ、背部痛ですね、こういうのも血の方の特徴になってきますね。で、特にその硬くなる腰痛ね、背中も凝って張ってるような腰痛ですね、ね、張って、痛いね、まあ、背部痛ね、背中の凝りだったり痛みですね。次ね、膝ですね、膝の痛みもこれ実はもちろん前回の質の方もね、質の特徴のある膝の痛みがありますが、今回はおけつの方ということで、おけつの方はですね、特にこの膝のこの内側ね、このちょうどまあ線が腹部と言われている、まあつぼでいった陰陵線っていう、あとでちょっとポイントになってくるんですけど、この辺りの周辺の膝の痛みですね、こういったのもおけつの方、おけつのじゃないかなということで、まあ、ある程度症が出せるわけですね。で、次に、生理痛ですね。これもね、血液の流れが悪くなるので、特に下腹部ですね、で女性の子宮卵巣周辺の血流が悪くなると、こういった子宮の中の問題、まあ、いわゆる生理痛が起きやすくなる。特にこれはですね、前半ですね、前半、まあ、生理始まって、まあ、大体1日2日3日目に出てくる方っていうのはちょっとおけつじゃないかな、ね、生理痛が出る方はおけつじゃないかなということですね。で、逆にですね、後半型の方っていうのは前回の質もそうだし、まあ秘虚っていう状態があるんですけど、秘虚の方っていうのはどっちかというと後半型ということで、ちょっと子宮の中の状態、まあ、こっちはどっちかというと子宮内の圧力が高まって、まあ、ちょっとこう、まあ、痛くなるのがこのおけつの方の生理痛の特徴で、どっちかというと秘虚の方っていうのはどっちかというと後半なんで、まあ、いわゆる子宮の中の圧力がこう、まあ、中の見えるね、生理によって出るじゃないですか、出ることによって、まあ、減圧するわけですよ。急激に減圧することによってエネルギーもちょっと出ちゃうので、それでちょっと生理痛になるっていうのが、まあ、特徴ですね。なので、まあ、おけつの方はどっちかというと前半だよということですね。で、まあ、それに、ね、共通してくるのが冷え症の方ですね。こういった方もおけつの方の特徴になってきます。で、次がですね、どういった時間帯で起こるか、ちょっとこう夜間痛の方も多いですね。夜間痛、夜肩がうずく人とかね、いらっしゃるじゃないですか。そういった方もですね、どっちかというとおけつの状態を持っている、血液の問題によってうずくっていうことで高血の症状になってきますね。次がですね、頭痛の中でも後頭部痛ですね。後頭部、この首筋からこの後頭部ね、後頭下神経とかこっちの方の問題ですね。そこの頭痛っていうのは、まあ、ちょっとお血の疑いがあるよということですね。で、最後は静脈瘤ということで、下肢静脈瘤といってね、ふくらはぎのところにね、ちょっとまあふくらはぎがボコボコボコってこう血管がこう浮いてくるやつね、浮いてくるのが、まあ、下肢静脈瘤といいます。こういった方もおけつの問題を持っている可能性が高くなります。あとは蜘蛛状血管腫とかね、蜘蛛状血管拡張といって、もうちょっとピリピリピリってこの蜘蛛の巣みたいにですね、こうピリピリピリってこう血管が浮いてる方、ね、足首の周りとかですね、まあ、特にやっぱ足ですね、足にこういったこの蜘蛛の巣みたいにピリピリピリと細い血管がこう浮いてきてる、出てる方っていうのもおけつの問題の方になってきます。あと男性で
ちょっとこう、まあ、ちょっとこう大柄の方で、鼻とかにこうピリピリピリってこう、ね、血管がこうちょっと見えてる方がいらっしゃると思う。これもですね、実は血になります。ね、この雲状血管腫って言われてるやつで、ピリピリピリ、これもあの血だから、その方はその方でやっぱね、あの血流がちょっと悪い、まあ、いわゆる当該の血流が悪い状態になってきますね。ということで静脈瘤を上げてみます。じゃあ次ですね、あの分類ということで、今回ね、私は双術理論という中で、上げさせてもらっているのはこの4つに分けるんですね。で、まず1つ目が、まあ、上昇ということで、まあ、このつったね、上と中と、まあ、上中下って言ってね、あるんですね。上昇、中昇、下昇ということで、まあ、下昇それぞれの血がありまして、じゃあ上昇ってどこなのって言ったら、上昇というのはですね、この、まあ、胸郭内ですね、胸郭内。肺とか心臓ですね、特に心臓の血流、ね、お血を持っている方っていうのは、この上昇のお血ですよということで、ね、になります。あの症状的にはですね、胸椎の5番、ね、胸椎のこの5番、見えますかね、胸椎の大体5番から上ですね、ここのコリだったりとかが、この上昇の方の特徴ですね。で、この中昇ですね、中昇というのはどこかというと、どちらかというとおへそからですね、この記録部にかけたら、このエリアですね、が中小と言われていますが、だいたいこう、まあ、臓器で言ったらですね、まあ、胃とか、まあ、あの肝臓とか、ね、まあ、腸もちょっと入ってきますけど、小腸とかね、腸も、そこの血流が悪くなると、この5番からですね、だいたい12番のあたりね、このあたりのこういう、さっき背中の、ね、背部痛ということであったと思うんですよね。なので、この背部痛、まあ、右の背部痛だったら肝臓の問題だよ、左だったら、胃の方だよということで分けられます。まあ、ちょっと細かい話するとね、あのセミナーでは詳しくまた話すんですけど、なんでそうなるのかとかとね、そういうのもちょっとあるんですが、まあ、ここはなんとなくこうちょっと分類でちょっと覚えとってください。で、下焦ですね。下焦は今度はおへそから下ですね。おへそから下。おへそからこの骨盤の中の血流ですね。だちょっとした開毛弁とか、ね、大腸の開毛弁とかも入ってきますけど、あと子宮とか卵巣とかね、前立腺とか、そういった形、ね、そこの血流の、そういう場合はですね、もちろん腰も、この腰線部あたり、このね、あの血流も悪くなるので、腰痛とかもあるんですが、特にですね、あの今日のメインであるこの肩ですね、肩のこのとっぺんですね。ツボで言ったらですね、この腱鞘っていうツボがあるんですけど、このちょうどとっぺんですね、ここの血液の循環と、すごくこの骨盤の中で、ね、下焦っていう循環は、すごくあの影響があって、関係しててですね、特にこの肩こりが、ね、女性、ね、多いじゃないですか、女性とかの方、ね、そういう方はやっぱ冷えが持ったりとかしてるので、この問題がすごく持ってるわけですね。で、これは下焦ですね。これ今日ですね、ぜひ、ちょっと施術お伝えしますので、ね。で、もう一つですね、この、下肢オペツって言って、この足ですね、足。ね、骨盤からこの、また下ですね、下の血流の問題。これ、さっきの膝の方もそうだし、ね、さっきの静脈瘤、ね、の方、雲状血管腫の方とかね、まあ、普段、あとね、まあ、普段に、まあ、両方の足がしびれるとかですね、そういった形です。特にこの動脈がこう、足にはバッと腸骨ね、動脈バッとこういってますから、そこの辺の血流も悪くなると、すごくこの足の重たくなったり、つりやすくなったりとかしますので、これが下肢血になってきますね。で、早速ですね、施術をいきたいと思いますね。施術はですね、まあ、この2つ今日お伝えします。まあ、いくつ、他にもちょっとあるんですけど、まあ、これ実際ちょっとね、全部やっちゃうとむちゃくちゃ時間かかっちゃうので、特にこれだけやっとってくださいね、やられるといいですよということで2つ挙げてます。まずですね、1つ目ですね、第1子。第1子ですね、第1子。で、足の親指と、
陰陵線っていうね、ツボがあります。さっきちょっとね、ちらっと話しましたけど、この膝の内側ですね、内側。頸骨のね、内側のこのちょっとくっとくべたところですね。そのくべたところっていうのがあります。あ、ちょっとまたと後で言いますね。で、2番目、ちょっとね、大、これも同じく大四。大四とちょっと字がちょっと下手ですけどね、小球っていうツボがあります。これ小球どこかというと、ちょうどこれね、右足と思ってください。右足のこの内科の内くるぶしあるじゃないですかね、内くるぶしの前下方ですね、前下方、ちょうどこのポコってこう指が入るところがあります。ここですね、ちょうどこの辺りですね。そこが小球っていうところになりますけど、そこになります。そこと、まあ、さっき言った膝の内側ですね、内側の陰陵線というところですね。陰陵線はどこかというと、ちょうどこのね、ここですね、くべたところですね。じゃ早速ですね、テクニックをやるんですが、さっき言った通り、この施術はですね、この下肢のこの肩のとっぺんの痛みにね、肩こりがひどい人ね、そういう人にやってください。で、早速ですね、まずテクニックをやる前に、患者さんの姿勢があります。患者さんは仰向けに寝てもらってくださいね。仰向けに寝てます。で、寝た状態で足をですね、こうやって外転していくんですよね、まあ、広げていく状態、このね、くの字にしていくわけですよね。くの字にしていった時に膝をですね、こう曲げた時にですね、さっきここが凝ってるって言ってましたよね。凝ってるこのとっぺんですね、とっぺんをですね、触った時に、まあ、しこって硬くなってるじゃないですか。で、膝をこう曲げていくでしょ。そしたらですね、患者さんの、まあ、手を当ててこう当てたとするでしょ。じゃあどんどん曲げていくと緩む、この手の当ててるところに緩む角度が出てくるわけですよ。膝のこの角度がですね、ずっとですね、この180度とかどんどん90度とかこうどんどん曲げていく中で、で、ちょうど曲げた時に緩む角度が見つかりますので、見つかったらそこでこの患者さんの姿勢が決まってきます。シーケンを持っています。仰向けに寝てますよね。で、こうやって、ね、そしてこの角度が分かれば、あとはそのさっきのポイント、まず最初の陰陵線、このスポッてこのへこんだところですね、そこに指、親指を当てますですね。で、でもう一つの手でこの第一指ですね、親指を握ります。そしてあとはこう揺らすだけで、揺らせます。そしたら揺らしていくとですね、この親指、左ね、また実際の左手当てますね。当ててるこの親指のどんどん緩んできますので、それに比例してですね、この肩、患者さんの肩ですね、患者さんの肩がどん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 こう緩んできます。ぐーっと緩んできます。で、これで緩んできましたね。大体まあ20秒間、まあ長い人でも1分ぐらいですね、こうやると緩んできますので、で、緩んできたらですね、今度は、どっちかというと今この陰陵線は、この血流を良くするっていう、血液の流れを良くする主義と思ってください。で、次に小球ですね。小球はこの内くるぶしのところですね。で、これも同じ、ね、同じこの角度でやります。そして、親指をこう揺らします。こう揺らすでしょ。これどっちかというとエネルギー的なものですね。ちょっとエネルギー。まあ、さっきの緩んだ血液の流れをより動かしやすくするために、これで送り込むんですけど、まあ、イメージするとするんだったら、この繋がってます。つながってるイメージをしてですね、そしてこの肩の血液の流れがこうどん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 良くなっているイメージをすると、より効果的になってきますので、で、ぐーっと揺らしてください。こんな感じですね。揺らします。これも同じく20秒からまあ1分ぐらいぐーっとしてください。で、そうすることによってさっきまで凝ってたこの右肩がすごく凝りが取れてますので、まあこれ右の場合はもちろん右ね、両左が凝っておけば左をやってくださいですね。で、このやる前に患者さんに実際にこう肩とかをこう動かしてもらったりとかすると、まあ、またより分かりやすくなりますので、患者さんにこうね、寝た状態でいるので、ちょっと肩をこうやって動かしてもらうと、動かしてもらったりとかして、あと肩を上げてもいいですね。寝た状態で上げてもらって、そしてこれをやるとこれがすごく軽くなってますので、取れてきますというふうに、結構これね、肩こりの方が多いので、特にさっき言った下肢なので、下肢ってこのおへそから下、骨盤の中なので、やっぱさっきの冷え性ね、冷え性とか生理痛とか持ってる方
ね、特に、ね、ずっと座ってデスクワークで座ってずっと、ね、下腹部を圧迫している方っていうのはすごくこの肩こりが出やすくなりますので、なのでそれをこう揉まずして実はこの下腹部の血流を良くすることによって取れちゃうということなんで、まあ、揉み具合とかそういったですね、あのね、よくマッサージされている方というのは筋肉痛ね、こう揉み具合して触ると痛くなったとかそういうのがあると思いますけど、そういうのはすごく減らせます。 もちろん揉まないので手を当てね、こうやってね、当てることもないのですごくこれ効果がありますので、ぜひですね、使ってみてください。まあ、あと本当はですね、背中の痛み、この中症だったら背中の痛みとか、上症だったらどっちかというとこの元ちょっとこのトッピングのちょっと後ろパーッと張ったような、全体的にカーッと張ったような痛みとか、そういったテクニックもちょっとあるんですが、まあ、そういうのはね、またちょっとセミナーとかでもちょっとお伝えしようかなと思ってますので、今日はですね、この肩こりの特にこのトッペンですね、トッペンの肩こりの方にぜひ使える、まあ、このおけつのテクニックになってますので、ぜひ使ってみてください。で、今日の動画で、まあ、この双術理論の中でこのファクター T をメイン今日やってますのでですね、この T を取ることによって G もこうやってね、筋肉の張り硬さが取れてきますので、ぜひやってみてください。それではですね、今日はご視聴、ね、ありがとうございました。